この美術部には問題がある。は、イミ・ギムルによる日本の漫画作品。電撃魔王にて2012年12月号より連載中。略称はこの日。2021年8月時点でシリーズ累計発行部数は100万部を突破している。2015年10月にアニメ化が発表され、2016年7月より9月まで放送された。 月森中学校の美術部における受賞したこともあるなど、絵の才能には恵まれているが、その熱意を二次元嫁だけに注いでいる内幕にや、そんな彼のことが内心気になって仕方のない宇佐美さん、二人を気にかけているようで、寝てばかりいる部長など、あれや、これや、問題のある部員たちが引き起こすドタバタラーブコメディー。身長はアニメ版設定資料集より、 2016年7月より9月まで TBS、BSTBSCBC3 テレビにて放送された。監督、制作会社など、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。俗を制作したスタッフが集結しており、作中の美術設定や内巻が描いているキャラクターなどに関係性が見られる。この美術ブラジオには問題がある。アトリエの美。 2016年7月7日から10月13日までアニメートタイムズにて各週木曜日に配信されていた番組。パーソナリティは、宇佐美水ず役の小沢ありと内巻すばる役の小林、ゆうすけ。ありがとうございます。